黄ばみとは物質が視覚的に基盤で見える状態に変化してしまったことを言う。その原因は付着した汚れが酸化されたり物質そのものが酸化されること等による。主に衣類や歯便器、プラスチックなどに発生する。衣類の黄ばみは着用したことによる皮脂の汚れが酸化されることにより発生する。従ってエリアは木など皮膚と接触したり、 皮脂分泌量が多い部位と接触した箇所に多く発生する。下着などでは全体的に黄ばむことがある。高温多湿化ではより速やかに酸化が進む。予防としては皮脂が衣類に蓄積しないようこまめに洗濯をし、衣替えの時は収納前に酵素漂白剤入りの洗剤を使用してぬるま湯で漬け置き洗いをし衣類に残った皮脂をできるだけ除去すること。 保管時は衣類用の防湿剤を使用して高温多湿になる場所を避けることなどが効果的である。また、ドライクリーニングを行ってそのままビニール袋に入れたまま保管することも避けた方が良い。ドライクリーニングでは落としきれない皮脂汚れが密閉された状態で夏場の高温下にさらされれば極みとなりうる。クリーニング後の衣類はビニール袋から外して 虫干しで十分乾燥させてから収納すると、黄ばみはかなり予防できると考えられる。便器に付着した尿が原因である。この黄ばみは尿石であり、リン酸カルシウムとタンパク質等からなる複合汚れである。尿石は尿中の尿素が、菌によりアンモニアが発生。そのため尿の pH が塩基性になり、尿中からリン酸カルシウムが積出することにより生ずる。 研究によれば、中性の海面活性剤はほとんど尿石を除去できないのに対し、酸性、特にカチオン性の海面活性剤は高い除去能を示す。その理由は、塩基性物質を溶解できるのは酸性であるからである。黄ばんだ全消灯プラスチックの黄ばみの代表的なものとして自動車のヘッドライトのレンズカバーが挙げられる。その原因は、ワックス成分の付着、 太陽光がヘッドライトのレンズカバーを構成するプラスチックを酸化、冷気し、ポリマーが結晶化、酸化されてしまうことによる。以前はよく見られたが、最近の車では改善されている。 ライファントイレ掃除の基本 http://lifeon.ryon.co.jp スラッシュクリーニングスラッシュ04スラッシュ 01.htm://www.ryon.co.jp スラッシュプレススラッシュ2 0 0 3 0 9 9 a p d f ありがとうございます。